皆さんこんこににちはいいいつも動画を視聴いただきままして誠にありがとうございます、えー、今回は記念すべき第50回ということで、えー、大変大きな変化が今起ころうとしているそんなようなところをお話をしてまいりたいと思っております、はいえー、大統領選挙の結果をお伝えしてまいりますが、あのー、圧倒的に変化が起こってきたのは米ドルが円高ベイドル安になってきています チャートをご覧いただきますとこんな感じになってると思います何回もお話をしてるんですが三角形になってる円高へ向かっていく方向性と円安へ向かっていく方向性が5月6月ぐらいに明確に円高の方へブレイクしています87円から95円のゾーンに向かっていくんじゃないかなともうだいぶ前からお話をしてるんですがおそらくこの方向に 来年向かっていくと思います3回上げて2回下げると99円は必ず下回ります87円ぐらいに窓が開いていますということでこのゾーンに備えていただけるといいんじゃないかなと理由はドルが余ってる金融緩和があと3年ぐらいは続きそう借金がすごく増えるので格下げになりそうな感じがします まあリスクオフイコール円高っていうことですね。15円ぐらいの円高にぜひ備えてみてください。で、次はですね、えー、全然違う話題なんですが、FP 的に、えー、私この間、脳ドックと心臓と肺の CT を取ってきました。えー、まあちょっとたまにこう胸が痛いなとか、たまに頭が痛いななんてもありますし、57歳っていう年齢もあるので、 なんかこう簡単に半日一日かからずに行けるとこないかなと探してましたら30分で本当に計算したんです。25分で合計入って出るまで両方取って出てこれました。ということで費用が大変安く待ち時間がなく短時間で結果が出てお医者さんお二人からダブルチェックになっていると。 まあいうことで行、えー、ってきたその天末についてて分おお話をしておりますどうも40代や50代はぜひ行かれた方がいいんじゃないかなとまあいうデータが出ておりますので認知症とか、えー、脳疾患とか、えー、心配されている方はですねぜひ行かれてみるといいと思いますよという FP 的なお話になっています。はい で、えー、こっちも FP の本業ですが、今回ポートフォリオ的にどういうふうにお金を分散したらいいかっていうのをもう一回詳しくお伝えしてまして、とにかくドルを減らしていった方がいいと思います。その分ヨーロッパやオーストラリアの通貨を増やした方がいいと思ってますし、もう一つは、えー、金が日本人は大変少ないので、 まだまだちょっとお持ちになった方がいい。まあ、金貨も含めてお持ちになられた方がいいと思っています。えー、預貯金も全部減らす必要はないんですけど、適切な割合に流動性も保っていただけるといいんじゃないでしょう。この辺詳しくお伝えしたいと思っております。はい。で、えー、アメリカは今株価が大変高いんですが、35年間っていう流れから見ると、業績面での PER は 平均が15倍ぐらいだと。今22倍っていうのは、ちょっと45%ぐらい割高なんじゃないかな。割高で減らして、割安で増やした方がいいと考えております。はい。えー、で、えー、ここに英検物語たなんか出てきてるんですが、溺れる人も久しからずということでして、 まああのー、必ずね栄光盛衰がありますよ乗車必須の断りを表すってこれ中学校が高校で皆さん学ばれてると思うんですけどもう一回ちょっとかみしめてほしいなと思って入れております。はいえー、最後、えー、金閣券の話ですが、えー、半年間12回この講座でお伝えをしておりまして、まあ、結論的にちょっと半年の総まとめをしております。 ぜひあの何が割安で何が割高かをもう一回ご確認いただき、えー、まあ普通の金、金 ETF、金延べ棒とかそういうのでも結構なんですが希少性の高いものもちょっと少し入れていただけるとポートフォリオに厚みが出るんじゃないかなと思っていますぜひここあのまとめのところも15分20分かかってますがご覧になってみてください おかげさまで50回になってますが100回200回300回と継続していきたいと思っておりますのでぜひ皆様のご参考になる意見をどしどし入れていきますしっかりと2時間本編をご覧いただいてポートフォリオ作成にご活用いただけるといいんじゃないでしょうかどうぞ引き続きよろしくお願いいたします